川谷麗華役を演じさせていただきました桃田かな子です、こんなに夢のような瞬間にとってもドキドキしています。今日はよろしくお願いします。桃田さんはいかがですか？はい、本当にたくさんの方が楽しみにしてくださっていたので、この日がとっても嬉しいです。毎日、今日も朝からメンバーにチケットをくれと言われる日々が続いておりますが、自分で買ってくれというふうに今のところまだちょっとチケットを取られずに、はい、いるんですが、本当それくらいもうみんな周りの私の周りの皆さんも楽しみにしている作品だったので、私も今日が迎えられてとっても嬉しいです。はじめまして。というとこれは本当に私も森川さんと同じで、初めてこうアニメにこんなに夢中になって見た作品だったり、音符ちゃんに出会って、初めてアイドルっていうお仕事があるんだっていうのを知ったりとか、クリスマスサンタさんにおじゃまじょどれみの一輪車を頼んで、それで初めて一輪車に乗って乗れるようになったりで、今回この作品でも初めての経験をたくさんさせていただいたので、はじめましてという言葉にしました。さんが、ね、アイドルと出会ったモンプちゃんの存在があってっていうのはすごいですね。篠田さんいかがですか？それを聞いて。そうなんです、ね、だからもう、はい、もうどうしよう。広島弁、もう嬉しいです。広島弁めっちゃ良かったよ、ね、広島弁、ね、あ、そうなんです。広島弁を篠田さんに指導していただいて、うん、今回そうなんです。そのだから篠田さんの音みたいな、広島弁の音みたいなものをこう送っていただいたんですけど、もう本当にもう一生携帯落とせないなっていう、はい、もうちょっと怖いです、携帯持ってるのが、はい、それ私のちょっと携帯にはそんな宝物もちょっと密かにありながら、はい、家宝を持ち歩いてるんですね。ちょっと本当そうなんですよね、はい、お気をつけください。お気をつけます